聖書をお読みいたします。コリントビトへの第二の手紙、第四章15節から16節です。口語訳、新訳聖書の282ページです。今日はこの聖書の箇所から、日々新しくされると題して、田中信坊牧師に説教をしていただきます。では、聖書をお読みいたします。すべてのことはあなた方の益であって、 恵みがますます多くの人に増し加わるにつれ、感謝が満ち溢れて神の栄光となるのである。だから私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、実りの秋そしてお一人ひとり,びとりが豊かな実を 今日は素晴らしい体験談そしてまた同時にもうはちきれるほどの素晴らしい今日一日を涙とともに喜ぶなんと素晴らしい神様にある御言葉に生きる精霊様に満たされることの本当に素晴らしいことをご一緒に死を見上げることが生きる人とときを心から感謝しますこの時を大勢の人たちと礼拝をご一緒するそのところどころに 主が伴ってくださる祝福を感謝し主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメンさあ今日の聖書の箇所をもう一度ご一緒に見てみましょうね。はい、第一コリントの4章の15節すべてのことはあなた方の益であって」皆さんそういきますかいやーいいことはうんでも駄目なことはうん。 あまり関心のないこと。はい。でも、コリント第2のこの4章の15節の、そうですね。全てのことはあなた方の益クリスチャンになる、なぜ教会に来る、なぜ聖書を読むの祈るの。<laughs> こう、みんな、ね、全てこう自分に不都合だと思った不機嫌の世界から、まあ半分ぐらいなら受け入れることできるかな。<laughs> でも、全てのことが、ね、 私の思い私の物差しから見たらでも天を仰いで祈り天国の窓を通して <laughs> 全てを見ると捨てるものは何にもないよと聖書の言葉にあるとおりですね恵みがますます多くの人に増し加わるにつれ感謝が満ちあふれて神の栄光となるのであるこの十 <laughs> 五節 この句を先ほどこの私のお話の前にこの目を手術なさったそしてそれがどんなに祝福であったかという体験談のお話を聞きましたがこの聖書の言葉がこの孤独や不安のただ中にあっていかに励ましに満ちているものであるかということをもうその人の存在を通して私たちは感じたのですが感謝が満ちあふれ神の栄光となる。<coughs> 神様が私を作られた神がどんなに素晴らしいかということがあなたの人生のただ中でそれを体感しそして自分が味わうだけでなくしてどなたかにそれをお分かちできるこれが人生の目的でしたものねそして次の16節だから私たちは落胆しない失望しない勇気を失わない」 そういうふうに役の聖書もありますがたとえ私たちの外なる人は滅びても内なる人は日ごとに新しくされていく今日のタイトルを見てお分かりのようにここから日々新しくされる外なる人って何でしょうねまあ滅びても内なる人は日ごとに新しくなる。先ほどこの <coughs> 私のメッセージの前に遠くウィーンから来てそして工場協会のメンバーになられた方のお話を伺いましたがこの何故工場協会に魅力を感じるのかそうお伺いしたところ一人一人がみんな成功者になるとか夢が叶うとかそういうこともあろうかと思うけれど、ね、その人はこんなこと言ったんですよ。 できる人はできるなりにできない人はできないなりに私もあんまりそういう表現したことなかったんですけどねあのぐらい徹底するといいですねつまりどんな人もその人ならではのその花を咲かせる実を実らせる世の中のこう幸せ感成功感とは全く異質の世の中っていうのは比べながらね勝ることそして競争であれば一番になること そうですよねそれもまたよしでもクリスチャンになる聖書を読む祈るという世界はもう病気で何とか病気が治るようにいいですよね貧乏だからもうちょっと生活が楽になるようにそのこともいいですよ神様はそのことをあなたの願いを,それをあなたの中にその思いを起こさせてなおかつそれを実現に至らせるそういう神様です。 しかし今日の聖書の箇所はもうそれらをはるかに超えてつまり外なる人は滅びても状況はどんどん変わりそれを失っても内なる人は日ごとに新しくなるつまり世の中の成功感価値観時代の物差しとは全く異なるつまり病気であろうと貧乏であろうとねあの星野富宏さんという方が 吉先生に連れて行っていただいて私たち夫婦とご自宅を何年か前にお尋ねしましたそれはそれは非常に感動のひとときでしたがご本を余韻になったりまたその方はどういう方かご存じない方もいらっしゃるかもしれませんがとにかく学校の先生としてね教師として素晴らしい働きをする中で この学校で打ちどころが悪くなり、ね、首から下が全然動かないというねそれはもう一生そういうふうに過ごさなければならないという過酷な状況そういう状況の中でイエス・キリスト・に出会い聖書の言葉によって養われてねもう私たちはこの手で、ね、こう書く描くてもできないのにそういうわけですからねこの口で文字を書き絵を書き詩を書きになる。 多くの人々に慰めと感動を皆さんもご存じの方も多くいらっしゃると思いますがでこの星野さんがこう聞かれるわけですねハワイに行った時にクリスチャンでいらっしゃるそうですねそうですノンクリスチャンのそのリポーターメディアの人にあなたの信じる神がおられその方がね「いやー長い間大変だったねあなたの体元気にしてあげようか」と言われたら「あなたは何と言いますか」とこう聞かれて。 皆さんなら何と言いますか何ですか今頃遅いじゃないですか何でというふうにね何だか私なんかそんな気持ちになりそうですがでも彼はこう言ったせっかくのお申し出感謝は限りないことですが地上にいる間願わくばこのままで、ね、私の生涯を、ね、このままで天国につまりそのようにもかるように治るように形が変わるようにそれもまたいいんですよ。 でもそんなこととは全く違うどんな状況の中でも先ほど賛美があったように脅威日,日を涙と共にというのは苦しみがあったとしても喜びに満たされるそれは内なる人を日々新しく何ですかこの内なる人って皆さん何だと思う内なる人。皆さんこののもう一人のね <coughs> この自分このもう一人の自分内なる人でもなかなかね物事を頭で考えてそして科学的合理的でいつ誰がやっても同じ答えがピシッと出るそういう価値観そのようなものでこう世の中をこう動き動かしているという価値観ですからどうもこの。<coughs> 頭で考えててそして頭ででで工夫すするこれ大切ですよでもそうするともう外つまり頭考え知識が 100%150% だと内側心とか気持ちっていうのはななおざりになるものですですからねこの教会では「心の世界」のカウンセリングスクールというのをう日本にまた海外にも展開しある時はきは 韓国の牧師先生方がたくさんわざわざこの米沢まで来て勉強なさったという歴史もありますがこのね頭のいいというかね頭でものを考えて頭で心打ちを捉えようとするとなななかなか噛み合わないんですね例えばね、あのー、そのような世界にご興味がなくても例えばコミュニケーション親子人間関係職場、まあ、そういう時にいやいや まず大切なのはねまずあなたは聞くことですよ、ね、十分に口を閉じて聞きなさいまあそういう基本的なところから入るわけですでそういうことをどんどん勉強していく <coughs> 勉強した人にこう聞くんです新聞の文というね門構えの「聞く」という字がありますねとそれから耳辺「慶長の腸」耳辺の,あの、ね「聞く」 聞くというね、その門構えの聞くとそれから慶長の長の聞くどちらが大切かどちらがと聞くと必ず耳辺の方をおっしゃるここが問題ですねだから私は意地悪いあこちらが大切なんですねだからお子さんとの会話ねコミュニケーションがうまくいかないんですよとまあ、いじるのかいじめるのか 何を申し上げたい頭だけ先行すするんですね1年生2年生3年生っていうだけで皆さん5秒かかんないよ。とか1年生は一年,年,年間かかるわけです。でも頭はねもう瞬間に操作できるからその頭の世界、ね、それでもってものを考えるそういう時代なので外なる人つまり頭。 理性考えだよでもあるいは皆さんのこの体でもいいですよ「内なる人」「内なる人」というのはあなたがの頭が大人だとするとね内ななる人はあうん子供？うんだからあなたの外なる人は理性ならばそう気持ち感情。子供はまず、えー 感情がおおらかでっていうかこう広がるでしょ。内なる人というのはもう一人の自分、あるいは気持ち、あるいは建前。ね今皆さん建前でね頭で聞いてるでしょ。建前。それに対して本音の自分。内なる人というのは聖書ではいいですか。聖書では神様を信じると新しい神様から命が与えられて。 その命そして神様を信じる信仰によって信仰によって存在するそれが「内なる人」ちょっと難しいですね。でも皆さんに分かりやすいようにもう一度ね「内なる人」っていうのはもう一人の自分それからこう理性はこうだけどうーん悔しいっていう感情、ね、あるいは建前としてはそうだけどね でも本音は嫌だなとかねでそれがなる人ですよ皆さんどうですかそう言われて、うん、私にとって本音の自分、うん、そうだなああの小口長一さんご夫妻がいらしてますがね、えー、工業協会からあの高木先生が来てくれてんだから「おい今日行くか行かねばか行くか」ってねでも行くか行かねえかなと思ったのを本 余計ですけど、ね、でも要するに2つの心がね例えば「おいしいでしょ?」って言われて、うん、ちょっと味薄いなと思うのが本音だけど「あおいしいわ」っていうのはこれは建前でしょ言ってるることわかるつまりあなたの中に内なる人という時にもう一人の自分大人に対して子供の自分理性に対して感情の自分 そういう自分がいるのをお分かりになりますかということを聞いているのです。これがね、分かんないんだな。なぜ？だって皆さん真面目でしょ。忙しいでしょ。外なる人ね、もう人にどう思われてるかね。今のはどうだったかしらっていうね、そういうあの三人の方は違いますよ。三人の方が終わってどうだったの聞かないですよ。うん。で私じゃ聞くね。どうだった？ 分かったかね、なんていうか要するに本音の自分もう人の自分が心配なわけだもう人の自分あなたのとこにいるの分かるって言われても先ほど言ったようにほとんどの人は分かんないなぜもう外に向けてのねエネルギーが150だからっていうのはね先週の木曜日まず内なり人を強くするねとにかく あなたのもう一人の自分がギューッてブレーキ踏んでるのにねこの建前だけ「頑張ろう!」ってアクセル踏んでもそのブレーキ外さないと煙ばっかり「煙っていうのは不平不満だよ」立っちゃうからブレーキを外すというお話をするためにもう一人の自分についてお話をしたんです。丁寧にしたつもりでししたた人ぐらいいの方がいましたでその人たちは何年もずっとご奉仕をしてらっしゃる方々であったりね。 信仰のこと聖書のことまた時には心の世界のことも勉強している人でしたところがねこういう質問を言われたんです。もう一人の自分気持ち本音それを一生懸命自分で探そうと思ってるけどどういうふうにそれはだからもう一人自分がいるって即にイメージするんですか なんか自分がこういるんじゃないかなこういう人かってかこうイメージする考えるんですかこういうふうに質問されたときにはびっくりしましたなぜかというとそこにいらっしゃる人たちはこういう話を何年も何年も聞いていらっしゃる人だからなのですねだから私はその時は申し上げませんでしたけどその方には可愛いねまだまだ小さいねお嬢さんがうーいらっしゃるんです。 でその人を、まあ、太郎さんにすると「太郎さんあなたはご自分の娘さん俺に娘いるのかなイメージしようかな二人どういう顔かなってイメージしますか?」イメージする必要ないわけですよだっているんだもの。ねこれから生まれるこんな風な赤ちゃんこんな風かなイメージ存在しなければねほらイメージするわかるよ実際そこにいるのにね わからないそれが多くののの人々の内なる自分への認識です、ね、わかりですすねかだからんなかなかそういうふうに言われてももう一人の自分って言われてもねなんかこう頭だけ先行してしまいますからだから世の中のね動きつまり身を結ぶあなたはあなたとして最高の平安。 人と比べることをできない神様からもらうね喜び今日一日涙とともに喜ぶっていう世界はどうもぼやけてわからないということになるわけだ。世の中を見るとよよくわかりますよ例えば <coughs> 稲盛さんという人が大層な働きをしてまあ現代の経営の神様なんて言われるほどでね その人が大層な事業をした後に日本航空というね潰れてしまった会社を立て上げるというみんながやめた方がいいそれは無理だっておっしゃったんですなのにそれに対して挑戦をするで稲盛さんがその何万人もいる JAL の会社に行って驚いたことはねもう全然こうね経営感覚というようなことがない。 そしてもうそういうふうに言うとそういうお話はこう邪推っていうかね下品な話でそういうことを話していけないいやいや安全が一番ですからもうまるっきりとんちん感なのでその稲森さんは幹部に向かってこう表現した「君たちはね八百屋もできないよ」って言ったえそれに対してこれは毎日新聞にも載ってね、まあ、実際にもそう言ったのも映像もありますけど。 ブーイングですよバカにしてる、ね、とんでもないんですんのことね人っていうふうに言ったのはジャルの人は誰もいません全部外の人ですわかりになるかなじゃあそれを聞いた幹部の人は涙を流して感動しよくぞそのようにわかりやすいね言葉でね その,その何者かということをパチーンと内なる自分に響くようにそして私たちをこういうふうに健康にしてくれたっていうね言われた人は涙とともに喜び聞いてない関係の人たちが関係のない人がねこうおかしくなっちゃう何を言いたいいいですかあなたの中に起きている問題のすべては あなたには関係のないことをほとんど皆拾って人生終わるんですよ。うんあなたはあなたの内なる人ということを聖書で言うね。それを見出して、それが新しくなるという世界が、聖霊様によって聖書の言葉によってイエス様との出会いの中でそれが分かり始めると、 なんとね試練のただ中にあるあなたが喜び試練でない周りの人がねこうああでもないこうでもないというねそれは頭の世界で生きてるからです。もう一度戻って「内なる人」皆さんあなたなりにどうですか内なる人うん大体あまり考えたこともない。 先ほどのねその2人のお嬢さんのいるその方ではないけれどそういう人が私の中にいるのどうやったら会えるのそれはイメージしたらいいのというほどまでにわからないわけだ。実際に今日のキリスト教を荒らしめたねあの直弟子のペトロ先生そしてパウロ先生パウロ先生は素晴らしい指導者で 当時の決まりを立法できちっと守り、そして復活し,てしたイエスキストに出会ってグるイシャンになりました。それで彼はもう何の悩みもない平安でいっぱいとは言わなかった。はい、聖書をお持ちでしたら、ローマ人への手紙、ページの、皆さんの今後約聖書でした241ページの ローマ人への手紙の第7章、241ページ、242ページにかか,あかかりますが、第7章、お持ちでない方もいらっしゃるので、そして、繰り返し繰り返し、同じことが続くのでね、このちょっと飛んだりしますけれども、はい、15節、パウル先生はこう言ったんです。ローマののの手紙の7章の15節私は 自分のしていることがわからないなぜなら私は自分の欲することは行わずかえって自分の憎むことをしているからである。リューナーセスそこでこのことをしているのはもはや私ではなく私のうちに宿っている罪である。私のうちにすなわち私の肉のうちには。 善なる者は宿っていないことを私は知っているなぜなら善をしようとする意志は私にはあるがそれをする力がないからであるすなわち私の欲する善はしないで欲していない悪はこれを行っているもし欲していないことをするとすればそれをしているのはもはや私ではなく私のうちに宿っている罪であると見、うん、ます24節 私はなんというう惨めなな人間なんだろう誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか私たちの主イエス・キリストによって神に感謝すべきかなはいうちなる人もう一人の自分パウル先生はクリスチャンになったんで、ね、いいですかそしてもう完璧にもう決まりを守ることのできるようなパウル先生がこうありたい と思うのになんだかねうちなる人もう一人はですね言うこと聞かないあんなこと言わなきゃよかったと思うのに言ってしまったあれあんなことしなければいいのにしてしまった、えー、あれどうして外なる人私の理性はそう思うのにうちなる人はねそしてパオロ先生は「これは罪だ」って書いてある。 私は大したもんだと思って、ね、それを詰めていますがどうも内側にはそういうもう一人の自分がいるらしいこういうことなのです。お分かりですかそうすると先ほど言いましたねどうしてもう一人の自分って言われても、ね、仲良しになったりお話をしたり、ね、もう一人の自分とですよそしてし やっぱりこのパウロ先生ですらそれを見つけて持て余したわけですから私たちなどはおよそまずねいいですか先ほどの彼じゃないけどもう一人自分が存在していることすらもわからないこれは無知ですね。ただね感じることはでしょ なんであんなこと言ってしまったのかかなななととねんんであんなことしてしまったのかなたくさんの人たちがこの東条教会でもここに座っていらっしゃる方でももうお名前7人8人9人ともう同じことです。なんであの時にね離婚の原因はあのあのちょっとしたことあのちょっとしたことをした語ったあれが全てだなんであんなこと言ったのか。 ある人は素晴らしい上司の下ですごい信頼関係でそしてもうねずっと働いてもらうようにこの方は女性でありまた男性の方もいらっしゃいますがその深い信頼関係にあったんですよところが何かのきっかけで、ね、何かふっと引き出されてその上司に噛みついたそしたらクビッ もうそのあと何であんな内なる自分もう一人自分がねあんなことを言う皆さんねそのようにしてこの間も兵庫県のね検事さんの人を通して「田中あ会ってくれ」っていことでねその人は何であんなことを言ってしまったそれでもってもう取り返しかない失言とかねそれは何かみんな内なる人なんです。 そういうこう自分そういう内なる人そういうことに一切関わりなくねもう内なる人なんか見ないでただひたすら見言葉と主はを組みつつそういう信仰のスタイルもあるよ。ねでも今日は「内なる人が日ごとに」という聖書の箇所を見る限りにおいてはそのもう一人の自分を「ああそういう人がいるならば神様」 自分もう一人の自分と出会ってみたいってねなぜかというとイエス・キリストという人となった神はこの地上に何しに来たかというとあなたの中のもう一人の自分を見つけてそして解放しそしてそれが罪人ならそこから救いブレーキがかかってブレーキを外してスッ といけるようにイエス・キリストはこの地上に来たとおっしゃった。私が来たのは失われたものを尋ね出して救うためであるとキリストは言われた。それはザーカイさんのクリスチャンがよくご存知のザーカイさんという人はね、本当に金もあり、そして雇いにもいっぱいいる。美味しいものはいくらでも食べられるのに。 つまり建前はそう揃ってるのに何だか知れない言い知れない孤独で具体的な孤独の原因の一つは彼は背が低かったらしいそうするとそれが劣等感となり低いは低いなりにねそうでしょ高い人は高いなりに真ん中は真ん中なりにねでもそれがこう豊かな意味を結ぶことなんだけどそういう人生が送,送れなかったわけだ送っていなかったわけだ。 ところがイエス・キリストに出会いそのザーカイさんの内なる自分がねこの罪からそして劣等感からこだわりから解放されていって全く違った人生と同じことがあなたの中に起きますよそれがイエス・キリストと出会うということですよイエス・キリストがこの地上になぜ神が人になったのかあなたの内なる人を見つけて 失われれたものそそしてそれを救うつまりきちっとねそこに順序だって解放しあこういう世界だですからキリストはある時こういう話をしたいいですね。10枚の、ね、銀貨を持っているそれはデナリという一番た小さな単位ではドラクレメというねまあ1つ1万円ぐらいです。 10枚の銀貨を持ってる人がいた。ああ、1枚がなくなった。大変だ、大変だ。そしてね、明かりを灯して、1枚を見つけた。みんなと喜んだっていうね、そういう例え話がある。それは何を言ってるその通りです。1枚の銀貨ってあなたのことなんです。え明かりを灯してっていうのは、自分の理性で考えるんじゃなくして、ね 心理学で考えるのではなく祈って聖霊様によって聖書の言葉によってそうでしたねもう、うん、目の手術でもって不安でならない状況の中で賛美歌をそして聖書の言葉をそして心に平安をもらった人の話のようにそしてこの外の、ね、目よりも心の目が霊の目が開かれた人のようにさあ かかりですか皆さん自分のどこまで、えー、噛み合ってますかもう一人の自分まず先,先ほど言いましたねそういう存在すらも多くわからないただそれの、ね、ケアがしていないために生活で混乱を起きてているることは体験しているだって見つけて、ね、丁寧にその人は愛を持って育ていないんだものほら 例えばさ、あのー、ご夫婦そしてね、まあ、4歳ぐらいの子供いましてねそしてどっかのお家に行くそうしとあらよくいらっしゃいました」とねそこにお菓子などこう並んだとする、ね、そうすると4歳の子がですね「あ饅まんじゅうだ!こうね」こう取る時に「だめ <laughs> でしょもうおばちゃんにも恥ずかしい」ね「おばちゃんがどうぞ」って言ったら食べるのよ「<laughs> 売りのうりせいこの野郎」あっ, <laughs> ってっんでね。 なじみがあるんですね。はあはあ、話は早いというふうにあなたの内なる人が丁寧に見出されて癒され育っていればね皆さんその光景はさながら内なる自分を見出してもらい癒してもらい成長してだから不安になり。 人間関係揉めどうでもいいね自分の問題言われた本人は八百屋のような本当にいい表現で分かりました聞いてない人がねカッカッしてどうするんですかあ,あなたのね悩み問題のほとんどはあなたに関係のないことだよ。んうあなたが悩み感じていることはねあなたに全然関係のないことなの。 それを拾だからねよく「いや困ったないやそれ誰の問題誰の問題聞いてごらんそうそうあ僕の問題あ,あの人の問題だ」皆さんねうちなる人が整理されていないともう人生がねもう余計な心配そして本当にわずかなものを持って喜び楽しむ豊かな身という世界にはね距離が遠くなるわけだ。そそこでそうするとね あなたの内なる自分、どう?。私がね。あの帰り。挨拶に。通る人、通らない人いるね。今日はみんな通ってもらいます。<laughs> そして、はい。私多少ね。 私は何も分かんない自分のことも分かってないんだけど私はあなたのね多少あ,のあなたは自分の背中見えないでしょうけどあの私はあなたの背中見えるからねあここにろがあるここはシワシワとかねそううの教えてあげるからねあ,の、うん、あなたのね内面のことをお話あの語ってあげるよって言われて皆さん是非お願いします。もう一回言おう 私は心の世界が多少わかるので見た瞬間に、ね、私の印象だけどこうだよこうだよってあなたの内面内なる自分を、ね、ご紹介するけどいかがですかって言って「ぜひお願いします」って言った人はあまりいないね。大概結構ですねえ教えてもらってさ私はねイエス様にね癒してもらってさ そして元気になってさそしてあなたが喜びその喜びが周りにも伝染したら最高じゃないですかはい自分のことまず無関心そして少しそこに触れられるとあ知りたくない人の情報は知りたいのにあ知りたくない近づくとあ触れないでください ね、教,えお教えないでください聞かせないでください皆さんそれが私たち人間の普通の姿だよただそういうことがよくわからないのはそういう状況に遭遇しないからでしょうあなたの内なる自分私もめった訪問などをこうさせたいこともね昔はよくしたものでしたが 特にあの私が21歳で牧師のデッチのようなことをさせていただきながらそうすると牧師先生がね一軒一軒東京でしたからアパートそしてそういうね、えー、ところに、えー、訪ねていくそうするとね「先生来るなら来るって言ってもらわないと困ります」っ、ね、何ですかもうもうねもう内側ジ,ジャングルがジャングルが内側だか分かんないっていうねもう一旦入ったら出られないって三条ひとがね 皆さんどうだってそれがうちなる人でそれいいじゃないですかね当たり前見せたくない聞きたくない触れられたくないというね皆さんんそこから入るんですよなぜかというとイエス・キリストはそのパウル罪人のために来たってうんです。綺麗に掃除していつもね24時間どうぞもうそれもまたよし。 でもそういう人のためにね健康な人には医者はいらない、ね、そう汚れていて罪人そんなあなたのためにただ問題はですからあなたが見せたくない聞かせたくない考えたくないそれでいいのです。 見せたくない聞きたくない自分のことを触れられたくないそれでいいのですそれなのにそれを隠してさもね自分が建前でもってねできるかのようにイエス様は意地悪でありませんでしたけどそのようにね自分の汚れ不十分さこれが私ですと言えないで こう表面だけこうね、取り繕う当時の立法学者パリサイ人に対して、非常なね、こう、うん、強い、ね、お言葉を投げかけられましたね。皆さん大切なことは、はい、私も罪人、つまりもう一人の自分は聞きたくない、触れられたくない、考えたくない、そういう私です。ということを精霊様によって、 あの賛美のように涙の中で今日一日を喜ぶ悔しいもちろん嬉しい涙,涙もあるでしょうこんな私のつもりじゃないこんなと思うそういうね中にあってもで,でも世の中はそういうのを駄目だといい私の外なる人建前も私を責めね もう誰もうちなる自分に関心を持ってもくれない私が私ですらこの自分に対してどこにいているならどうやったら会えるだろうイメージすることかなとぐらいしか捉えられないほど遠くにさまよっているいやいやいやあなたのねうちなる自分を探してそしてそのままでいいんだよ とい,いそして何もしないそこにね自分さえも10分もそこに一緒にいるの苦痛なのにすでにイエス・キリストはそこに来られてあなたを引いたり足したりさばいたりすることもなくねじっとあなたのふるさともう一人の自分はあなたのふるさとという表現をしたところそれがいいっておっしゃった方もおられましたけど あなたの故郷でイエスキリストは待っておられるのです。そしてあなたがね、あそういう世界があるのかね。だって皆さん考えてごらん。であなたがお母さんいいですか。そしてあなたの赤ちゃんいい。そうするとお母さんが水上しながら忙しく。 でも、うん、先ほどね、えー、昼寝をして泣かせたはずだまあ時間かなとこう赤ちゃんが泣いたとするでしょうそうすると健全な母親は泣き声を聞いただけで「あっおしめだな」あ「あっお腹空いてるな」「あれそうじゃないからあっちょっと熱っぽいのかな」。皆さん泣き声一つで その、ね、自分の赤ちゃんを認知しますよ。うんそしてねしっかりとね赤ちゃんを抱いて子守歌を歌うんだよ。あなたはあなたのもう一人の自分に子守歌を歌ったことがありますかああななたたののもう一人自分に 子守歌を歌ったことがありますか。え子守歌なんかしようとするんですか。そうですよね。私たちが外も家も、それはね、一つでした。ところが、創造主の神様から、いや、神さんなんかいねえじゃないか、いらない、俺が神だって言った瞬間に。パカンと割れて、内なる人が。 迷子になって、ね、そして自分でよくわからないクリスチャンになれてどういうこと聖書を読む祈る賛美するってどういうことうちなる人自分で見つけられないからイエス様どうぞ迷子のね自分で見つけられないので GPS もつけてばよかったんだけど忘れましたからあなたが見つけてくださいあなたが祈りそしてね見つけてもらう。 なかなか受け入れたくない聞きたくない知りたくない。ね。でも大丈夫だよ。私が来たのはあなたのうちなる失われたものを尋ね出して救うそれを整え豊かにしあなたのうちなる人が成長していく。ね。そうすると皆さんどういうことが起きると思う外なる人は滅びる。はいいいですね。 でも、内なる人は日ごとに新しくなったらどういう現象が起きると思いますか？その通りです。例えば、あなたにお子さんがいらしたとするね。そしてまあ手をかけ一生懸命子守り歌を歌い。 豊かに健康に成長しそしてあなたは50607080となっていくそうすると子どもたちはですねどん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 成長してそしてお父さんお母さんは外なる人つまりもうね足腰がそしてもう物忘れも激しくなったりする動けなくなったりするそうすると健在に育った子どもはねお母さんそんな無理しないでお父さんこれこれ小遣いだよってこういうふうにねほらうちなる人がね そのおつまり、えー、実際の子供親をこうサポートするじゃないですかところが手抜きする親がいるねいやもっと手抜きどころか徹底的にねこの子守歌を歌わないどころか子供に対してねまあ虐待などをしたもんだらね大変なことになるよもう親となって弱ってくるとねお尻を詰められたり余計なことですけども何を言いたいわかるね あなた自身が子供いるいない関係ないあなたの内なる自分を罪人はい分かりましたイエス・キリストの十字架とよみがえりによって救っていただき救うすなわち豊かにあなたが内なる人と交わることによってそうですよねその神様との豊かな交わりのゆえにねその年を取り元気がなくなってもね 内なるるる人が支えていいいいんだもの教会にっっぱいそういう人いらっしゃるよ例えばよしこ先生見て思うのはねこの12月で90歳になられる、ね、そして確かにこの年相のね物忘れやその認知があるけれどシャキそしてあのいつも接してくださるね二平さんやこのスタッフの人に聞くと時々こう訪ねていらっしゃる人がこの祈り質問するとビシッとねえっ と驚くようにつまり外なる人じゃなくて吉子先生の中にある内なる人がねそうそれはあ精霊様、うん、そうでもいいんでしょう御言葉が吉子先生を支え吉子先生を通してね人々にねこういう実際にね目の前でそれを見せられるとスタッフの人が言うんですあこれが内なる人が日ごとに新しくなるあっ だからうちなる人をねイエス様に来てもらい癒してもらい力をもらいそうパウロが「力がない」って言ったけどその力は外なる瓦礫のねその知識の力も時にでもそれには限界がある精霊様の力によってえー、日ごとに新しくなるそういう人は死を見ないで天に移されるって書いてある。 つまりそのままねつまりうちなる人はね日ごとつまりイエス様によって見いだされ癒され救われたねうちなる人がねだから言ってみれば神の国の国大使館みたいなもんですよねそれがあなたの中で機能しているわけですから今お聞きになったことを繰り返し繰り返しね是非お聞きになり。 日々新しくなる外なる人は滅びても内なる人は日ごとに新しくなるその世界いやいやそのような教会そしてお一人一人が世の中の価値観の聖子者やひなではない一人一人が実を結んでいるこれがクリスチャン私もそうなりたいとこの教会に一員となられたという方のお話をお伺いしましたけど 皆さん大丈夫見たくないこの授業に聞きたくないそれでいいんですよなぜそのような人のためにいやイエス・キリストはこの授業に来て先ほど言ったでしょイエス・キリストは健康な人にはお医者さんいらないんだよあ私はそういう意味では病んでいる人なのかその通り。 その人を見出し救うために今週もイエス様とね聖霊様意味そして御言葉によってしっかりと私たちのこの1週間人と共に歩みたいですね今日はこの YouTube をご覧になっている人は残念ながら聞くことはできませんでしたけどこの前にね素晴らしい賛美がありました「うちなる人と交わる」ね でそのことを実際になさる人がいますね。ここに一枚のハガキがあります。皆さんから見えないので、その大型のね大きくしたのケージ板にね貼ってあのごあの帰りに見れるように。その人は内なる自分との対話っていうのでし私の宿題でね一ヶ月分のこのこれ報告書なんです。ええー。先ほどもねこれ使っていいかって電話したんで,で最初やると何がなんだかさっぱりわかんない。 でもだんだんそれをやっていくとね内なる人とのねそしてそれが内なる人とのお話とリボーションとのどういうふうに違うかそういう質問をする人もいますよ。でもねだんだんねあなたならではのこう内なる人との、ね、会話そしてやがてはその、ね、内なる人にあなたも子守歌を歌ってあげるいいですねお祈りします。